はい、こんにちは、ブルーホスです。ということでね、本日もやっていきましょうか。バイオエジリアリポー。アバヨドンキホーテ。ありがとう。お前のことは一生忘れないよ。ということで、早速続きやってまいりましょうか。ルイスの鍵、拾う。この借りは高くつく。てか、もうナイフでやらずにさ、自爆覚悟でロケランぶっ放したら、なんか、しれっていけた。あ、なんか赤、赤拾った。赤、黄色。赤、黄色。で、こい。随分さっぱりした寂しいあれだね。そう。で、拾い忘れは、あ、なんかある。あ、違う。これはでもあれだ。下だから無理なんだ。ということでやっていきましょうか。なんか、このペースでいくと、わかんないけど、なんか5時間半以内のクリアもいけるんじゃないかっていう予感がしてきた。私どうなんだろうね。まぁ、ちょっと難しいか、さすがに。遊んでたらあれだ。ドゥーン。あ、エイダちゃん、顔近い。はい、了解です。They took your friend to the top of the clock tower. If you hurry, じゃあもう寄り道せずにさっさと行きましょうかね。かっこいい。随分親切だな。若干頬こけすぎじゃないって思うんだけどね。Yeah, you should.素直だと怖いよねって。じゃあ、Some news good. 特になんかやるわけでもないから。じゃあこのまま行っちゃいましょうか。ああ、ちょ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 。なんか久々じゃないんだけど、なんか操作が下手くそになってる。ほい。そう、ちょっとね、パソコンとか置いてるレイアウトとか、とか、なんていうの？机周りのレイアウト変えたんすよ。っていうのも、なんだっけ。会社の同僚の人からね、パソコンのモニターをもらったんすよ。そのおかげで、ちょっと机を掃除し、整理しなきゃいけなくなっちゃって。あれ、ちょっと待って。今思ったらさ、あれ、3時1分前じゃん。つまり、この時計台の中は、レオンでは1分以内で全部クリアしたってこと？そんなことできる？まあ、できたんだろうね。それか、なんか、急に精神と時の部屋になって、現実世界では1分しか進まないけど、この時計台の中ではなんか、30分とか1時間とかの戦った奇跡があるみたいな。うい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 。これ、やる前に壊したら、さらなるブチ切れるとかそういうのあるのかな？あ、来た来た来た。よくもこう、めっちゃ不機嫌そうな顔来た。ですよね。はい。あざす。めっちゃ不機嫌やん、こいつ。そいつをつまみ、あれ？いたっけ、もともとなんか。あー、なんかもう目がいっちゃってるよね。うい。あいててててててて。よいしょー。ほい。あっち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 。あ、しまった。なんだっけ。あれ直すの忘れてた。あれです。あれを直すの忘れて、おー、顔がちぎれ。まあ、体がちぎれ。なんでもいいや。とにかくちぎれました。ちょ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 。あいやスターって。あ、ちぎれた。ちぎれた。足だけになった。ここの上司がいた。あ、こんなとこにあったんだね。あれ、一瞬目拾ったっけ？金塊。あ、金塊はいいね。そう、今度トロフィーを全部取っていくために、一応そのなんだっけ、全部の武器を購入しなきゃいけないみたいな、なんかそんなミッションがあった気がしなくもなかった。よいしょ。ほい。飛びます。あ、一応叫べるんだね。叫べるだけまだ人間らしくていいじゃないですか。うい。で、もう、残念なことになってる。あれ？ああ、いけるか。ここ壊し尽くしちゃ危ないー。結構好きよ、あなたのスタイル。手がちっこめで程よくおっぱいの感覚があるのって。ああ、いって、危ねえ、いって、あ、危ねえじゃねえや、もう。もう燃えちゃって。自分も、あって、なんだなんだ、どこだ？よいしょ。ほい。まあ、え？あ、後ろいたのか。そういうことね。はい。ご褒美。俺を、やっつけることができたご褒美あげるよ。ほい。あ、来た。この鉄球ってさ、跳ね返せんのかな？無理かな、さすがに。おいで。おいで。
買ってきた。うれ、あ、無理だな。鉄球の方が硬かった。ふい。うわ、ちょ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 。やってる間に、ロッテのトッポ、トッポ、トッポ。縦買った。生きてる。元気にお亡くなりになった。やばいね、やばいね、やばいな、いるな。ほい、あーちょー、むずい、無理か。あ、いった、いけた、いけた、いけた。で、あれが今落ちてたところだから、ふいっと。で、どっから来てるんだっけ、あいつだっけ、違うな。ほい、ほい、あっちだっけ。これでいけた？あ、いけてなー、いけてなー、痛いー。いけてることにしとこう。いけおじ、いけおじ。あれ、あ、こんなとこいけたんだ。知らんかった。よし。で、なんか、あ、真珠、いいね。真珠とルビー。真珠とルビー。来てる。はい。あ、ちょ、爆風。これ、爆風に巻き込まれるっていう仕様が結構あれだね。やったかと思ったら、やれてないってなるもんね。ふぅ。あ、こっち、こっち向かってこないで。よいしょ。こっち向かってこないで。ギャー！ガチの端末も。よし、開けて。豪華な置き時計。大きな豪華な置き時計。さあ、来るかなーって、本当にこれ、少ないよな。リフトか、気が利くな。さて、どっから来る？どっからどう来る？いるねー。よいしょ。いた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 。なんだっけ、これ。あ、いた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 。おめえさんは。あれ？おれ。おい。ダメダメダメ。このリフトを一度も止めないで行くっていうさ、こんな難易度ミッションがあるんだから、あっとーい、オッケー。ダメです。乗車人数は一人までなのか、よろしくー。え？どっかいる？あ、いた。はい、残念。もう一丁残念です。ネット、落ちます。え？落ちます。あー、止めちゃったー、痛いー。止まってない、止まってない、ギリセーフ、ギリギリギリチョンパセーフ。マガラーノ、ちょっと待ってね、ね、回復をしとこう、一応。オッケー。スタースター、あ、出たー。なんかあれ、教祖様2体目ってことは、1体目の教祖様は実は偽物だったみたいなオチ。アガラーノス、あったっけ、あったっけ、あ、アガラーノスキー、なんだ、リフ、あ、リフト止まりやがった。うーおー、なんか今まで見たことのないグロい感じだった。おーの野郎、おかげさまでコンプリートできなかったしね、バカ野郎。どうしてくれんだ、どうしたらいいんだろうね、あれって。まだ登ってるやつがいる。ほい、でもう一体は、あ、下から狙ってんのけ。あ、いい、S、かわいい声。まあ、かわいくはないか、若干汚い。でもなんかさ、海賊の女の子みたいな感じがするよね。あ、いい、エスターの言ってた。あれ？あれ？あ、来てるわ。落ちます。破片が飛んできた。さあ、終わり終わり。で、ここ、あったあった。これ、にー、ぽちょ。ゲンター君。時計台で戦うっていう作品って結構あるよね。個人的に好きなのは、上海ナイトっていう作品なんだけど、知ってる人いるかな？ジャッキー・チェーンと、ブルース・オーウェンじゃなくて、なんだっけ？忘れちゃった。名前をど忘れした。ブルース・オーウェンじゃなくて、ドゥッシュ。そうなんだよな。これ一回目やった時、まさかこんなとこでその落ちるっていう落ちが待ってるとは、思いもしなかったからね。キルル、キル、キルル。まだいるっけ？あ、いるね。ほい。で、ちょっとアーマーを直しに行こう。いやいや、気配で感づくのが早すぎる。わかってるわかってる。俺も君に用事がある。けど、
もうちょっと用を済ましてからにさせてくれ。登ります。ああ、ちょっとマイクの位置を遠めに置いてるんですけど、皆さん声って聞こえてんのかな。まあ、ちょっとこれ後で修正するか。えっ、ちょっとアーマーを直したい。アーマーを直したいんだけど、アーマー直したらもう金がなくなるのか。あ、修理で、ほい、オッケー、エーゼーワーク。ここら辺はまあ後で、あ、フラミンゴあるじゃん。まあでもとりあえずいらないアイテムは売ってた。ショートナイフもキッチンもいらない。で、緑じゃない、黄色もいらない。ガンパウ素材、ほい、ここら辺もう売っちゃいます。じゃあちょっと城主様を爆発資産させていこう。いやー、なんか城もあっという間だったな。やっぱ最強の武器を手に入れると一瞬だね。うぃー、あち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 。ただ結構やっぱ自分が食らっちまうんだよな。こっちを落ちていくことはできないとね。よし、じゃあオープン。すごい5枚。あー、汚い、お手手にシャワらないで、そんな可愛い校舎。ラモンの忠誠は、こいつほんとマジ何言ってんのって顔してるような。でも今回のクラウザーってさ、その何、ウェスカーと手を組んで、なんかなんとかかんとかっていうことはなく、リアル、なんだっけ、とにかくサドラーに見入られて、結局寄生体を受け入れちゃったみたいな、そういうオチになるのかな。オチになってんのかな。まあいくら寄生体に侵されてるとはね、小さくて可愛い。落ち方がなんかすごい小さい小物って感じするよね。あれだよね、なんか今回のレオンすごい気が短いというかさ、ほら、だってここでもすぐにバシバシ打ってるし、なんか序盤でもバシバシ打ってたりとかさ、どこだったっけ、あ、そうそう、あの村長の部屋で村長と出くわしてたりさ、そこで村長ぶちのめしてたりとかしてたじゃんね。あんなのもうやばいよね。うわー、汚いー、黒い汚い水と書いてお水。さあ来るか。はい、ごちそうさまでした。だよね。いやー、気持ちいい。もうこいつ一回目やった時まさかの食い散らかされたからな。マジでマジで一発でもう砕け散ったからさ、何それ美味しいのっていう感じで終わったね。いや、気持ちいい。一発か、まさかの。なんかほら、 RE シリーズになってからさ、ロケラ一発でやられないボスとか増えてきたじゃないですかね。特に G3 とかさ、 G4 とかあった。 G4 は違うか、あ、 G4 だなとか、そのあたりさ、全然ロケランが効かなくなってさね、何発ぶち込んでやってやられんのみたいな状態になってたじゃないですか。さすがに、徘徊しているタイラントはロケラン一発でね、あの沈黙したりとかするけどさ。ああ。よし。じゃあ、船沈めっか？どっから出てくるんだっけ？あれだよ、あっこだよな。ほい。ほい。もうちょっと下。ほい。ほい。撃てなくなったと思ったら、まさかの、いってっていってって。あ、でも自爆はあれなんだね。何も言わなくなった。あれがクラウザーとかって言う暇もなく、あの自分が爆発しちゃったから、そういうオチになってるってことか。しまった、マジでしまった。超無駄なことしてる。どっか上にある。なんかいる？待って。おー、なんだ？びっくりした。おー、マジでビビった、焦った。もう音楽がさ、音楽がなんかさ、ねえ、
いや、これ油断ポイントだわ、マジで。焦った。なんか音楽がやばいってなって、固まったもんね。おぉ、おぉ。いたのかよ。聞いてない、聞いてない。こっちか。わー、今、ちょっと待って、今、マジで心臓が痛い、今。あ、すごいキュンキュン言ってる。いった、キュンキュンって意味が違ってくるけどさ。ちょっと待って、落ち着こう、落ち着こう。落ち着くためにも、セッティング、んで、フラミンゴを作ろう。組み合わせ、フラ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 ミンゴと。で、これは、あ、なるほどね。じゃあ、同じ色をつけて、神勢を。ほい。オッケー。で、これは、あ、緑がセットできる。オッケー。で、違う。で、これは、フラミンゴはオッケー、オッケー、置き時計もオッケー。よし、じゃあ行こう。いやー、マジか、びっくりしたー。おー、ラバンちゃん、前だって、そんなの。まだいる？さっきなんで音楽止まったろ？お、ごめんなさい、あの、ちょ、みんなびっくりしたよね。俺が一番びっくりしてんだけどさ、これいないよね。もう大丈夫だよね。もうさすがにいないよね、ここまで来たら。よかった。ああ、ああ、いやー。ちょっとこれ大丈夫かな、子供起きないかな、今の叫び声に。心臓痛い。いやー、みんなありがとう、ここまで一緒に見てくれて。まさかの、ちょっとあの、みんな鼓膜大丈夫？大丈夫だよね。いやー、美人好き、もうお花ペロペロしてあげたい、ほんとに。しんど、はい。ということでね、本日も動画いただきましてどうもありがとうございました。動画いただきまして、動画ご覧いただきましてありがとうございました。ということで、ね、本チャプター以上とさせていただきたいと思います。じゃあまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。チャンネル登録ボタンとグッドボタンもよろしく。今回最後の最後に見どころがあったと思う。じゃあね、あ、そうだ、一応見とこうか。14分だもんね、最短じゃないねえ。あ、違う、12分あったわ。あ、そうでもなかったわ。はい、いやー、しんどいしんどい。はい。これ、火ダメージって自分じゃねえか、これ、火ダメージってね。はい。じゃあ、また次回パートでお会いしましょう。バイバーイ。